100回目の世界選手権男子シングル最終滑走、イタリア映画日曜フリーの音楽に選んだ今シーズン、高橋大輔にとってイタリアトリノは戻ってくるべき場所だったのかもしれません。4年前と同じ最終滑走、パラベーラに高橋大輔、日本の夢は叶うのか。最初のジャンプ4回転は4回転のフリップだ。よろしいですね。しかし史上初の大技、よくこらえました。トリプルアクセル、ダブルトーループ、トリプルループ。後半の5つのジャンプ、トリプルフリップ、トリプルトーループ。トリプルサルコウ。後半のトリプルアクセル。トリプルアクセル決めました。トリプルルッツ。最後のジャンプだ。ダブルアクセル、ダブルトーループ。頂点へのステップです。
伸ばした手の先に黄色の光が見えた。日本男子史上初の快挙は、その夢は見えたかどうか。パラベーラの観客は誰よりも早く高橋大輔の金メダルを確信しているようです。さあ現在トップパトリック・チャン、その点を超えられるかどうかですが、本田さん、はい、まずは最初のジャンプが史上初の4回転フリップでした。そうですね、少し回転不足に見えて両足かなとは思うんですが、やはり最低限のミス、そして彼が4回転にこだわった飛びに行ったっていうことを褒めたいなと思いますね、はい、そしてその後のジャンプを全て決めたこと、これはやはりバンクーバーオリンピックからの一回り成長したことじゃないかなと思います、さあそして国分さん伺いましょう。はい、いやこの1ヶ月の間にまだ成長するんだという気持ちが今日の演技に出たんじゃないかなと思うんですよね、どの選手よりもやっぱり金が取りたいというのが伝わりましたね。荒川さん、はい、2006年のトリノオリンピックで最終滑走で高橋大輔は崩れました、はい、その時に本当にもっと強くなりたいというふうに思ったそうです。今日の演技をご覧になっていかがでしょう、荒川さん。いやもうそれが十分達成できたというふうに私は思うんですね。オリンピックの時も十分に本当に強くなってオリンピックに戻ってきたなっていう印象がすごくあったんですけれども、今日の演技でまたさらにその自分に打ち勝つということを今日達成したんじゃないかなっていうふうに思います、非常に良かった部分がやはり4回転の後の演技を全てまとめ上げたこと、一つ一つ丁寧に滑ったことで確実な得点につなげたこと、そしておそらく演技全体の印象としてもミスがなかったスムーズな流れということで非常に高い演技構成点も期待されるので、これはもう彼自身が彼に勝った瞬間なのかなと思います。なるほど、高橋大輔は言います、弱さが自分の強さだと。さあ100回目の世界選手権、日本人チャンピオンはフリーの得点 168.40。 さあ高橋大輔、日本人初の男子世界王者誕生です。高橋高橋 from Japan is in first place. Thank you.This was the conclusion of the men's free skating event. I would like to thank the officials and the judges, and I would like to ask you to stay with us for just a couple of more minutes for the winners' interview and the victory ceremony. 欧米に独占されてきたメダル、金メダルを高橋大輔ががっちりと掴み取りました。